モダンの時のような砂田翔吾のようなそうですね <laughs> <laughs> それぐらいの本当に意気込みを感じましたデッキ選択自信のあるきっと自信があると自分に言い聞かせてると思いますさあいよいよモダン神決定戦神決定戦スタートします 津田さんもね対戦が始まった瞬間にピリッてするんですよねそのメリハリがすごいなというふうにも思いますがさあ先手は渡辺さん祈るように一応これは河野精霊の踊り手は見えましたおっと2枚目これは行きそうですねクリーチャーがいるハンドであれば残りは全て有効敗になる可能性が高い 踊り手は一応対戦相手が除去デッキだった場合は少し心もたないんですけど、うん、その分生き残った時のリターンが半端ではないんではい、まあ、新たなカード供給してくれるっていうのがねそうですねあとは単純に一番サイズがでかいので、うん、ただやはり相手がわからないこの初戦攻めていくのかそれああキープ決めましたねさあ精霊が2枚 エンンチャントが1枚しかないのでちょっと、はい、グリフの加護ですねはい懸念されますがちょっと土地が多めですねただこの1枚精霊,に精霊の踊り手に貼ることができればそこからはかなり除去のしづらいクリーチャーになっていきますそして松田さんも決めましたね松田さん結構悩んでるように見えおおけどかなりバランスよくサーチ4枚に土地3枚という。 手札になっています勢いよく加速していけそうなそれでは先行渡辺さんからのスタートですこの松田さんのファーストアクションでどんなデッキかもうすぐにでも判断がつきます。 もう逆に松田選手は今全くわからないでしょうね黒緑系だとしめしめと思ってるかもしれませんが、うん、さあデッキ紹介さあ俺はこれだぞと明日への探索待機させていきます <laughs> ちょっと白緑っていうリアクションにも見えましたがいやー さあ、このシャッフルを終えて種明かしの時間どうなるどうなるそれかオッケーなかなか <laughs> はいさあ、デッキ、もう自己紹介お互い終わったと見ていいと思いますただ、この手札全く除去がない これを渡辺選手としてはもうこのまま一気にサイズを膨れ上がっていって、えー、松田選手が、えー、フィニッシュ台にたどり着く前にゲームを決められればさあ渡辺真希挑戦者としてこのデッキを選びましたそれが次のターンから火を吹くのかまずは見ていきたいですかからのスタートしか 松田さんはできませんさあ召喚師の契約を引いているように見えたので、えー、一応タイタンにはつないぐことができるんですけど、うん、その時間を渡辺さんが与えてくれるかどうか現状ではタイタン登場があと2ターンかかりますねあ<ー>うおおランカーから怨恨ンンからのスタートまずは1枚ワンドローこれも2枚目のコウの踊り手を出さなかったっていうことはまだまだエンチャントがはい 初手にあるグリフのカゴもまだ貼る権利がありますしさあこれがどんどん巨大化していきますグリフのカゴ二枚目引いてますかね<ー>エンコンエンコン早い <laughs> さあすでにパワー8ですかね <laughs> ちょっとシャレになっていないぞこのクロック、えー、このままもう一個セットしていくと、はい、パワー10を超えるので さあ、梢から1点食らってグリフの加護これは松田モダンシーン土地を置いて終わるだけになってしまうのかまずここで11発 <laughs> 3ターン目ですが <laughs> 11点死にます絶望のアタック <laughs> ここで助教を引ければっていうところでももうないですね状態がタフネスがですねただいま688ですね赤緑という色ではちょっとタフネス8のクリーチャーは稲妻三3発打つ以外にもうないですが稲妻は手札にはありませんあっですねこれはまさにこのデッキを選択した意味 それを存分に一戦目から見せつけています。さあ、ここで片付けた。さすがにこれにはどうしようもないとばかりに。まずは一戦取りました挑戦者は田辺。 えこの神決定戦は3本目からサイドボードが使えるんですけどおそ、まあ、らくやっぱ両者としてはもう今の時点でえすでにサイドボード後のゲームをある程度考えたりしてるとは思うので,、はい、で松田選手はちょっと自身のサイドボードにエンチャント破壊がほとんど入っていない入ってないですねっていうことも加味して先ほども神打ち一度フロンティアで起こりましたがモダンもかなり。 神防衛に黄色信号がかかっています,す、ね、さあ先ほど松田選手も言っていましたモダンは噛み合いの K <laughs> 見事に渡辺選手噛み合わせています <laughs> さあ先攻松田おお<ー> <laughs> 吹き飛んでいきましたデッキの構成上 土地はね、目一杯手裏に入ってくるような形になります。さあ、春上二と土地が五枚ですかね。バラク、ね、ート、バラクート、バラクート。バラクート置きながら。二ターン目から春上打って。虹色の全長引き込めれば、ワンチャンみたいな感じですか、ね。そうですね。虹色の全長があると、この手札でもかなり早いと思うんですけど、うん、ちょっとこのままだと、えー。フィニッシュ手段もないですし。 そして対する渡辺選手はいや本当に難しいですね対戦相手のデッキが先ほどの、えー、ゲーム三ターン四ターンキルだったので、はい、あれぐらい早いデッキなのでどこまで妥協すべきかうんただメインボードでやれることって限られてますもんねそうですねまだ単純に相手を速度で上回るしかないので、うん、それに該当する手札かどうかをということでじっくり考えます このマッチアップこの手札交換が一番重要と言っても過言ではないでしょういやこれは難しいですねスケープシフトかタイタンが引ければそこそこ早いんですが、まあ、たこれを超える手札ってもラええー、ランドを伸ばすカード2枚タイタンみたいな感じになってしまうのでうなかなか厳しいですね手札が減った状態だとその条件をクリアできる可能性がさらに減ってしまうとこれより好転するのかどうか、はい、その一点にかかっています さあ渡辺選手はこの時間を生かして3本目以降のサイドボードを確認と、うん、かなり自信のある手札なんでしょうかちょっと後ほどね見られると思いますがこの渡辺さんがもう全く顔に出さないんでこれももうちょっと難しいですよねうもう余裕でキープなのかそれでも余裕でマリガンなのかさあ松田さんはキープを宣言お渡辺さんもキープですねおそらく。 さあこの手札なんですよねはるかみ2枚バラクート3枚フェッチ2枚そしてこちら渡辺さんの手札を見ていきましょうまあけど7枚っていうことはボーグルはありますねボーグルありただちょっとル刑の道2枚が、うん。 どうなるかちょっと,っうと、ね、そうですねデッキ2枚しか入ってないんですけどそれが両方とも初手に来てしまったので若干その分動きが鈍ってしまうかもしれませんさあ始まりましたバラクッとセットからのスタート初手のドローは河野精霊の踊り手、まあ、悪くないドローですねそうですね先ほどゲームを決めた生き残ってしまえば基本的にあっちの方が強いんで、うん さあボーグルを引けるかどうかというお話もしていました渡辺真希挑戦者ボーグルにやっぱり七枚でキープされると対戦相手としてはちょっと生きた心地がしない <laughs> 確実に出てくるんでただでさえ生きた心地してないのに <laughs> こ,の<辺> <laughs> このデッキ相性つむらさんから見てどのぐらいありますいやかなり絶望的だと思いますけどね9一 井川さんとちょっと朝喋ってたんですけど、まあ、2八ぐらいあるんじゃないかなっていう少なくても2八って感じですかねそれぐらい厳しいですねこちら林間革命の石膏からのスタートでしたねこちらもうほぼほぼボーグルなのでこれがデッキに8枚入っている換算になりますただメインボードでは松田さんもやれることが限られているというところが <laughs> やはり難しいところですね。春雷で山相当のギルトランド持ってきます。さあもうどんどんエンチャントをつけますね。 さあベタベタと雲の陰影そしてグリフの加護今回多少控えめですかね、うん、パワーの上がり具合が少しさすがに精霊の踊り手と比べるとね,ね <laughs> まだなんか時間がありそうかなっていうような予感もするんですがあとはンコンでしたりエンチャント分パワーが上がる天井の鎧、うん、みたいなカードではなかったので、はい、クロックに関しては比較的緩やかですね、うん、さあこの天井の天鎧も コントロールしてるエンチャント1つにつきプラス1プラス1ということでもう3枚4枚5枚とどんどん強化されていくというカードになりますさあ松田選手今手札が全部土地ですかねちょっとなんとかバラクーと早めにっていうところなんですがここで必殺の「ひるまぬ」「ひるまぬゆ気き」これにてライフリンクまで得ました バラクートっていうデッキは基本的に土地を並べてスケープシフトでフィニッシュっていうデッキなんで、えーはい、ライフが19を超えると土地が1枚多く必要になってしまうんですよねおしかしスケープシフト引きましたね間に合うかこのままだと、えー、渡辺選手に追加のエンチャントが1枚もなければあと3ターンかかるのでうんうん、うん、ただその間に5点ずつ毎ターン回復されるという ただバラクート7枚目と8枚目だけすごい差があって7枚目は山6枚とバラクートで18点なんですけど8枚になるとバラクートバラクート山6枚になるのでそうなんですよなので8枚まで伸びることができれば19超えてても関係ないですえこのターン6枚目ですかねなので次のターン土地加速させるカードが引くことができれば8枚になって一気に36点与えることができます さあこのドロー次第っていうところかもしれませんがドローは土地ただ手札は4枚何らかのエンチャントあればそのまま小勢、うん、使いそうですかね地平線の小勢ワンドローの素振りも見せましたが多分今手札が、えー、ル刑の道2枚ウの踊り手土地なのでこのままだと1点も追加できずそのまま3ターンかかってしまう。 あとと点っていうところなんんですもんねい1枚増えれば、ね、まずは1ターン早くすることこのまま3ターンかかってしまうのを、えー、このターンと次のターンで決めれるように1点追加できれば、うん、さあデッキに1コスト2コスト1マナ2マナのエンチャント大量に含まれていますが引き込みましたねグリフのカゴドローできましたさあこれでクロックが2ターンになったのでこのターン 6点ですかねこれでこれで6点残りが5さあワンドローが結実しっかり1ターンタイムリミットを縮めることに成功さあ引けるかゆっくりドローしたものがある神これは8枚になって届いてそうですが。 なんというはるかみはるかみはるかみのはるかみとはるかみとスケープシフトと突しか引いていないがこれでも勝てるさあ最後の確認しますね山の枚数もおそらく足りていると思いますが足りてないのかいや圧倒的に足りてますよね、はい ね、赤緑2色は絶対に、うん、え十数枚以上入ってるのではい素晴らしいこですねさあ最後の確認かでもまあ5枚でも30点ですもんね155、ね、15<の>とバルクル、うん、さあ来た バラクート以外すべて生贄に捧げますその枚数6枚1、2、3、4、5、6本体36点間に合いましたね 1>, 1本取り返しました <laughs> 素晴らしいただこれは本当に1ターン差の勝負そういった形になってきます 神合いの計今度は自分で決める松田。さあここもね、やはりデッキ選択、読み合いの部分がね、神決定戦、非常にウエイトが大きいというところの証明なのかなというふうにも思いますが、さあ、サイドボード後、始まります、現状は7枚キープができている渡辺選手、最初に申し上げていた懸念点というところは、とりあえずは今は、えー、見えてきていない、そして、力戦、先行でも入れてますね,そうですね見えましたね。 さあただ力戦だけではやはりキープができるデッキではないので、えー、しっかりクリーチャーがいるかどうかさあお互い7枚キープこの手札見ていきましょうもう渡辺さんはじゃあかなり完璧な手札でしょうねはいボーグルボーグルそして天井の鎧に突3枚力戦もありますまあちょっとクロックは遅いんですけどその分相手の、えーうん、フィニッシュ手段がそうです、ね、封じ込めることができるので。 変な話、もうタイタンで殴るぐらいしか、タイタンとベイロスで殴るぐらいしか、ちょっとサイドボード後ないのかなっていう感触もありますが、さあ、こちらも、マナ加速たっぷりというところです、ただ1ターン目の力戦、張られたときに、また松田さん、とんでもない表情するかもしれません。<laughs> そこのところも見て、ああ、そして、ボーグルスタート。 もう松田さんやばい時だけ親指立てますからね <laughs> <laughs> さあただスタートはいいですさあただサイドボード後一応召喚士の契約でえ破壊することはできるのではいさあこれで3点かなはい3点ですね力戦もしっかりカウントしますこのエンチャント オーラではなくてエンチャント一つというテキストになってますので力戦も天井の鎧でカウントするという形になっていますまあ、ただ一応召喚師の契約から再利用呼んできて、はい、そして風景の全容を決めるっていうパターンもあるのでそんなに悠長にしてらんないっていうのは正直なところですかね,すね渡辺さんとしてはやっぱりもう3.5時では3.4.5点時点では殺すのがかなり時間かかってしまうので、うん、ここからさらにスピードアップしていきたい、うん しかもこれ地味にはい桜族長老がブロッカーとして成立します頼りになる頼りになるさすが長老このカードも13年前に捨てられたカードっていう <laughs> その事実もありますが13年前ってことはないでしょう僕いまだに,だに2005年ですよ2005年最近のことのように覚えてますけど <laughs> これ長老がいっぱい引けてるのは 裏を返すすすとチャンスが広が広っているよううにも見えますのでそうでそね渡辺選手今のところトランプルだったり飛行を与えることができていないので、うん、うんこれはボーグルビートボーグルビートですね <laughs> さあうんこのエンチャントが弾けないもどかしさっていうところもありますが。 この辺りのりりバランス感覚が難しいですねやっぱり力戦は相手のフィニッシュ手段を封じてくれてはいるんですけどこれがもし違うカードだったらと思ってしまうような展開にもつながってしまうのでうそういう意味でも先行の手札がやはりワンドローが少ないっていうところを軽視されがちな部分でもあるんですが気にならない時もあるんですがそういったところで攻め手がちょっと鈍っているというところはさあベロス。さあ現状これも突破できない。 さあエンチャントが引けるかどうかというところになってきますが手札が2枚しかないですねこのボーグルにエンチャントすることができればベイロスを乗り越えるサイズになりますあっとしかしここでターンエンドかさあこうなってくるとガぜん勢いづく松田 探検ワンドローおー再利用までおー,ー仕上がったスケープシフトはもう見えてるのでこれ仕上がりましたね再利用の賢者すびきデッキに一枚切りですがここで見事タイムリーに引き当てましたこれただ今は一応出さない方が良かったような気がしなくもないですねなるほどなるほど。なるほど これだと一応4マナあるんで渡辺選手手札にもし、えー、引いたり腐ったりしたときに絶対出しちゃうんであ<ー>あ<の>なるほどなるほど1枚あれば2枚目出すかどうか、うん、ちょっと悩んだりするかもしれないんですけどこれだと確定で置いちゃうんで、まあ、このターンはマナ加速に徹して次のターン、うん、割って一気にフィニッシュの方がやりづらかったかもしれないですまあただその4マナオープンで返してきてなおかつ そうですね現時点では持ってないと思います、うん、相当力戦は張っているとボーグル通ってますもんねそうですねまあそういったところもあると思います最速を目指すそういった選択になったかええ。ここでもこれは白緑オーラの一番嫌なパターンになってしまった 初手に一番欲しいカードなんですが重なって欲しくはないというジレンマですよねさあ今引いたカードで金味しますかなり攻めた選択をした渡辺挑戦者 ベイロスのダメージをもう食らえないっていう判断もありそうです石膏をブロッカーとして立たせなきゃいけない状況までなってしまっているかさあちょっと追加のエンチャントはなさそうですねない動きですねあるのであれば出しているそしてここは最小限にダメージを 食らわない方向ボーグルこれだけ来てしまった手札ゼロさあグッと一つうなずいて完璧な手順もう見えていますスケープシフトで18点相手の体力吹き飛ばし いやこれデッキ相性はかなり悪いと思うんですが星の上では先行しましたすごいですねこれで2一さあ <laughs> これも再利用の剣士引いていなければこのターンで決めきることはできませんでしたがまだまだ時間もねありそうな感触でもあったので。 ちょっと白緑オーラの怖いところが出てますね、うん、ちょっとやっぱり難しいですねサイドボード後のデッキのバランスっていうのは、うん、まあちょっと今はね単純にボーグル引きすぎたんで、うん、あれが違うカードであってもあんまり速度が上がったようには見えませんでしたが、うん、4戦目が始まります未だマリガン地獄という状態にはなっていないのでデッキはそれなりに応えてくれているそういった状況ですが 今回も甲の精霊の踊り手一枚は見えました、うん、そうですねこのままだと踊り手スタートに見えましたが手札もハイエナハイエナエンチャントはたくさんありそうですね、うん、さあその手札を許容するかどうかですねまだここまで、えー、稲妻というカードは見えていないのでこれをキープするかどうかもう一枚は夜明けの宝冠でした ただ今ちらっと見えましたけど、松田さん手札に、ね。稲妻が持ってますね。さあ、お、手札交換、マリガンしましたね。ちょっと稲妻だけ見えたので、他の状況がちょっとつかめなかったんですが。まずはこういった、手札になっています。河野青年の踊り手。一戦目でも、素晴らしい破壊力見せてくれました。 まあこれがもうオーラデ河野、ねうん、精霊の踊り手に触れるカードはそもそもキープ基準にならないんで、うん、まあちょっと他のカードが見えませんでしたけど単純に速度が追いつかないで、えー、手札はもうそもそもキープできないので、うん、そういう意味だと河野精霊の踊り手で除去のリスクはあるけどもそれをキープしづらいデッキ構成だからっていうことですねさあ続いての6枚納得のいくものになるんでしょうか土地はある 土地5枚,5枚ですね明日への探索と土地が5枚これで勝てるのかどうかただし手札が減りすぎても難しくなってくるそうですねもう1枚1枚の積み重ねのデッキなので、えー、土地が最低で数枚とフィニッシュ手段っていうデッキなのでマリガンはかなり重たいですね あとはその松田選手、特、え、定、ー、のキラーカードというか1枚で勝てたり、はいえー、劇的に効くサイドボードがあるわけではないので、はい、それがなおさらこれを上回るのはもう単純に真、うん中を咲と土地のバランスがさらに良くなるくらいしかないので、うん、さあ、考えます。星の上では先行しているとはいえ相手のデッキが分かっている状態これで勝ちきれるのかどうか一つ一つの選択が悩ましい。 神も。人です。お<ー>この選択。さあ、五枚。土地はある。土地はある。上回りましたね。さっきの六枚を。召喚士の契約が一枚増えたような形になります。 土地3三、日への探索1召喚士の契約もうベストですかね5枚だとそうですねこれを上回るのはこれ以上にマカスクがあるしかないのでさあこの後の戦術でその辺りが見えればこれには熟慮ここで悩むカードって何ですかねうーん マナ加速とかだとあんま悩まないと思うんでベイロスとかその辺りかなと思うんですけど限定的にはまあ先ほどベイロスでまくった形になりますが何でしょうねタイタンとかですかねタイああタイタンは確かにです、ね、ああ<ー>ラバマンサーラバマンサーわーこれはしかもこの展開においてゲームを分ける決定ですねこれは1ターン目にラバマンサー着地ああした これは王の受けが1枚なくなったことを示しますただトップは櫻坂さあ今のすごいですねこの瞬間が一番のターニングポイントになるかもしれないしびれますねなんかね <laughs> <laughs> そう考えると本当にすごいですよねその我々 まあこういうい上から見てるの神の視点なんていう言い方もしますが戦っている神とは違う視点で見ている我々からするとラバマンサー、かなりよく見えましたがただ、この光の精霊の踊り手が着地することが前提の話になります。さあそしてははないドローは春ですね このままだと1本,、えー、1本目の再現になってしまいそうです、うん、桜底置いてエンドさあ河野精霊の踊り手これを甘んじて受け入れる選択になりましたまずはハイエナ1枚でプラス3プラス3 ハイエナのおかわり6 8に成長ガドックティーグも取ってますねガドックティーグレイラインは手札に見えたので相手のえ速度を殺すこともできそうな、うん、まずは6 8でのアタックは桜族で受けます これもフェッチの1点ですら惜しい感じですかね。んどうですかね、あいつがこの後まだまだ成長しそうですからね。<laughs> とりあえず2枚で終わったっていう見方もできますがさあ松田選手は手札がとちとち召喚士のし契約、はるかみ。 これで次のターン、タイタンチャンスそうですね、それ、えー、タイタンの返しまで生きてられるようにさあ、このドロー一つ一つが渡辺の、そして松田の運命を変えていきます夜明けの奉還。 このカードもエンチャントされているクリーチャーにつけるとプラス3プラス3さあ今つけようとしたんですけど、えー、次のターンまた土地を伸ばすカードからスケープシュートだと死ぬんじゃないかということでちょっとしっかり検討し直して、うん、さあそれでもいきましたねさあホーカンワンドローこれで攻撃力は11点です うん、その後が続かないさあしかしこの後にあ警戒がありましたよと <laughs> <laughs> さあライブが30体力回復がねちょっと何点になるのかという確認でしたが 土地はこずえこずえとさここでガドックティーグへこれは絶望的ですねもう風景の変容を封じて4以上のクリーチャーでない呪文はプレイできないというような形になりますもともと松田さんこのターンに土地、えー、を伸ばすカードプラス風景の変容が必要だったんで、うん、そこにさらに除去が必要になってしまったと。 次のターン11点回復すると39になって小を使ったとしても3736を超えているさあ、うん、ガドクティーグがいる限りは風景の変容を唱えることができないので即死はありません召喚師の契約から原始のタイタンを持ってきて山セットで。 なんとかかターンは稼げるぐらいですかねそうですね <laughs>、うん、そうするしかなそうです、ね、山が足りてるか山が5枚なのでバラクートバラクートでなんとかただ渡辺選手多分、えー「ガドクが死んだら死んだで」で、うん、手札にある神聖な力戦置いて <laughs> もういくつも策が。 万石に近いですねこの状況4マナ目への到達っていうところも一つのターニングポイントになりそうですこのマッチアップ現状コーの精霊の踊り手は11、13というサイズになっています あんまりマジックっぽくない数字です <laughs> あまりにでかい <laughs> しかも4ターン目の出来事ですからね <laughs>、うん、さあこれで松田選手は一応フェッチを切ればガドック自体いつでも殺せる、うん、でこうすることによって渡辺選手がメインで4番のカードを使えないっていう制約もつけることができます メインで除去してエンドすると力戦を張るチャンスを与えてしまうんですけどそれがないと、うん、ただ今ドローしたカード終わった <laughs> 天井の鎧からそしてもう一枚怪しいカード見えましたよまさかトランプルをつけることができれば今一応確認はしていますさあ今プラスがエンチャント4つだけでプラス8。 はいえー、これでプラス412131415161717 <laughs> ぐらいですかね今はい四天井で六プラロックしますからねすごい先ほどが1113だったんですが今は1719そしておそのまま殴りましたね さあこれだとちょっと私の目にはあるように見えましたがただ、まあ、負けないことを選択するんであれば力戦張るっていう考えだったのかもしれないですけどいああなるほどなるほど自身の もとそうですね確かガダックは両方唱えられなかった気がするのでそれかも原ゲインの量が多すぎてランド8枚でもしなますよね、うん、一応松田選手としては「タイタン」と「バラクート」で。 精霊倒せればいいなぐらいだったんですけども前のターンから13ありましたんで,でなおかつ先制攻撃もありますんでみたいな感じですよね多分今あのフェッチを切ってタイタンを殺すか悩んでるんだと思うあー体力回復あなるほどなるほど、ね、タイタンを殺すと一応このターン原因ができなくなるんでそれはめちゃくちゃ大事ですねそっちの方がいいかどうかを今検討してるただそうすると、えー、あまあ次のターンセットランドしたらガドクどの道殺せるんでんこのターンライフ原因を阻止すべきかどうかを今悩んでるああ当てましたねなるほどなるほど これによって六点をタイタンに,タタンにそしてこれで戦闘ダメージを与えないという選択になりました素晴らしいこれでこのターンのゲイを防いだので二十八のままとはいタイタンがチャンプというかタイタンを殺しましたから自分で <laughs> あそしてこれがこれができないですねおそらくさあ白力戦張りましたが多分置けないですよねガドックがいるので、うん はい今止まりましたねのでこれは不適切なプレイということで多分、えー、キャスト前まで戻ると思います、うん、最近のカードだったら対戦相手だけって感じかもしれないですけど <laughs> 昔はちょっとそういうルールがあまりなかったので確かにでおそらくもう力戦張ることが頭目いっぱいって感じでしたね,そうですね さあただこのターン契約が払えるかな <laughs> 結構ここまでごちゃごちゃしてたので確かにおおしっかり抜かりなしさあこれでワンチャンス生まれました手札山でしたっけね山ですなのでここでセットなどするとガトクが死ぬんで、うん、スケープシフトをキャストできるようになりますさあそもそもこのスケープシフト 風景の変容を。引いているかどうか、山を置いて、ガドックで倒す、いや、ガドックを倒しながら風景の変容を打つということが今求められています。打てると、足ります。圧倒的に貫通しますね。そうです土地は持ってます。赤緑の、えー、土地を持ってるので。はい。引いたのか。なんだ。ああ、ない。足りはるかみ。 ううわーガドック <laughs> そうですねあの力戦はれないのはかなり致命的に思えたでしょう渡辺渡辺選手としてはだからあの昼間の勇気じゃなくて力戦の方が手堅いからそうしようと思ってあえて選んだんですけど、うん、そのガドックのせいでキャストできなくて今ワンチャンスを与えてしまったということで、はい、サイバーメディア TV さんのスタジオを借りてこちら神決定戦取り行っているわけなんですが、はい、さあ先手土地はある真中速もある 稲妻もある。あ、かなり良さそうに見えますね。フィニッシュ手段こそないですが。そして神々の憤怒もしっかり入れてますね。稲妻ではなくて、神々の憤怒だったかもしれません。両方ありました、ね。両方ありました、ね。稲妻、ま、真中、そこ二枚、栃三枚うん。これ三ターン目までに。体力が。3以下、もしくは甲が6以下ですと。 リセットがかけられるという手札これをキープしました松田そして挑戦者渡辺ここにきて考えます気になりますねこの手札は人差し指が無限にクリックしている<ー><と>またもや土地さんこうの精霊エンチャントは3枚ここまでね精霊で勝ってきてるんで いいイメージもあると,あると思うんですけど後手ということもあってどうするかこれは考慮に値するかどうか勝利へのイメージそれこそが今必要キープまたね <laughs> いやこれドキドキしますね見てる側も <laughs> はい。 ボーグルがない以外はほぼ完璧なということですねそして渡辺選手の手も震えておりますこれがすべてを決める判断ファストローはエンコン初動でないジーンの庭をタップインしたということはボーグルがない これは松田さんの手札的にかなり嬉しい展開ですねさあ2八で不利という前評判もありましたここにきて2ターン目春上そして手札は潤沢新生の力戦も貼られなかったここで1枚引きましたね力戦 さこの甲の精霊の踊り手のプレーを見てさあどう対処するか再びのドローはバラクートこれまずは初動がしっかりかわせるような形になりましたもう減速させられたら、えー、あとボーグルは今のところほぼないと思うのではいこれは1枚目のエンチャントを待ちませんね 単剣を打っているので2枚ランドセット次のターンには6マナ到達早いそして相手の速度もしっかり落としているおっとしかし間に合うかここで臨郭隠れの接行これによってエンチャントをつけるゲームになんとか3ターン目にしてなります松田選手も今のところフィニッシャーは多分ないはずなので こいつと向き合っていくかこいつを上回る速度でそれを引き込むしかないただこれ手札エンコンとクの、えー、ここは雲の陰影を張れば体力が5以上になる もじゃないとあれに耐えられないですかねふんぬに耐えられないふんぬに耐えられないですねさあ<の>どちらを張るかこの一手も安全を取れるかどうかというところになります、うん、はいここは体力を上げる選択 手に、えー、これで体力4まあ仮に死ぬようなことがあってもエンチャントが身代わりになってくれるので、うん、さあここ松田選手の返しはどうかここがタイタンぐらいのビッグアクションですとそのまま押し切ってしまいそうなもんですがここがベイロスなんですねちょっとこの状態では頼りない渡辺 苦しい初手でしたが耐えたようですねさあそして「昼間の勇気で」でこれにてでかい先制攻撃トランプルパワー7ですかね7ですね 7七7点ゲインこのゲインライフも非常に大事これで松田選手は多分土地が7枚だけだと勝てない18点しか入らないのでさあ7七ですと神々のふんぬ2枚目を引いたとしても倒すことができません逆にここからまくるためには原始のタイタン必要ですかね タイタンは一回タイタンで土地を伸ばして一気にえー、スケープシフト8枚以上っていう条件を満たせればいいんですが、うん、ここで持っているのが稲妻神々のふぬ桜族の長老長老もね先ほどはトランプルがなかったので壁としての役割を果たしてくれたんですが今回しっかりトランプルを持ってるクリーチャーなので、うんえー、ダメージ軽減することはできませんさあここは少しでも範囲内に。 とどめようというプレーになりますさあ渡辺選手は土地でも大きく勝利が近づきます手札に新鮮の,の力戦があるはい。そして土地を引いたようですね寺院の庭が見えましたさあこれを設置すると松田選手は今手札にないフィニッシュカードプラスあれを破壊するカードが 必要になってしまうのでとなるとかなり無理難題のようにも見えますさあ7七のままもう一度まあ7点食らうという判断ですねさあそして7点が本体に通って渡辺選手は7点ゲイン28。 ままだバラクートは起動しませんさあ2点くらってさあとどめを刺す一撃になるか神聖なる戦これで松田完全に手が止まってしまった何を引けばいいのかこれまでモダンでも強さを見せてきた神がここに来て手が止まり 頭を抱えてしまう少なくともこのターンにどちらかを引き込めてないと渡辺選手がもう2ターンの猶予をくれることはないと思うので、うん、さあ考えます自身に勝ち目があるのかそれとももはや手がないのか渡辺も眼鏡を外し顔を拭いどれだけの緊張感 神を倒すためにこの数週間もしくは数か月かもしれませんモダンのデッキを一からすべて確認してそして神を倒すこの白緑オーラという選択うーん。 もう渡辺選手はどちらかというともう出し切っているので渡辺選手の表情をうかがう顔からの、ねはいうん、ドローは今、見えました明日への探索1枚土地を伸ばすカードこれで勝てるのかというところですね先があるのかどうかただただそれを考えます。 ベイロスがジャンプして3点で次のターン7点クロックが確定してて8点か、うん、4点ですね今、えー、力戦で1個パワーがまた上がったので、はい、どうやってもあと2ターンはなさそうに見えますね。うん、ちょっと渡辺選手天井の鎧力戦で上がるかどうか。 あ,あ、メイかどうかを調べてるんです。六、はい、点出ちゃいますかね <laughs>。<laughs> さあ、ターンが帰ってくる。おお、そして。 これがとどめの一撃となるグリフの加護を引きましてベイロスブロッカーとしての機能なしコンも張って絶対に足りていることを確認してのアタックでついに。 モダンシンこちらも神打ち成功となりました渡辺真白緑オーラをしっかり回し終えての体感いやいいゲームでした <laughs> <laughs> すげえいいゲームでした、ね、い泣い,ておりますいやごめんなさい僕ね結構こういうの弱いんですよね <laughs> いやー すべてのモダンのデッキ吟味してティアー2から正解にたどり着いた素晴らしい戦いでした渡辺真希、うん、新モダン新いやいい試合でしたね本当にもう一手一手がね